WREP レップ。さあ始める、みんなみんなゲットダウン、ビートラップだけで誰よりトップ、全部ロックして残すポケルースまで、そこの前に今届け。ケンザ390のロックザハウス。さあ始まりました。毎週火曜日夜10時からはケンザ390がお送りしておりますロックザハウスの時間です。ということで今日は9月21日、太陽くんお疲れ様でした。さあ今日はですね、あの YouTube でも出てるしレップでも流れてるといういつもとはちょっと違う形のロックザハウスになっております。なんでこういう形かというとですね、いよいよ今日が今夜10時でしょ、明日こうあと2時間経って日付が変わったらですね、今後ろでも流れておりますタローソウル&ケンザ390のニューアルバムラップレコードがリリースされます。やったぜ、やったぜ。なんでね、それが出るから、直前スペシャルということで今日は、映像付きで、ゲストにも来ていただいて、さらに、新曲、まあ、もうあと2時間したらいっぱい聴けるんだけど、その曲をちょっと早めにバンバンかけちゃおうじゃないかという、まあ、先行視聴会的なノリでいきたいなと思っております。ということでタローソウルが来てくれております。こんばんは、よろしくお願いします。俺ら言っても今日朝1本収録してきてるからね。そうだね、うん、で収録、この後また行くからね、うん、そうなんだ長いんですよね、今日はね。この週末ぐらいから、うん、タロケン週間みたいな感じ、ね、確かにあのタロと今日もう長いけど、うん、こんなに顔合わすことないぐらいうもう毎日会ってるもん ね今ねプロモーションで、そう だ,、ね、うん、そうだ。しかも俺さっきその収録終わって、うん、一回ウェブミーティングがあったから楽屋抜けたじゃん、はいはい、早めに、うんうん、で近くのスターバックスで、はいはい、あのウェブミーティングしようと思って、うん、スタバ行って、うんうん、でまあちょっとパンとか食べたりして、うん、コーヒー飲んでウェブの打ち合わせして全部終わった時にカップ見たら、うん、あのワンピックでした。ただ俺があの別の番組出てた時のメッセージみたいなのを店員さん書いてくれてて、もう全部終わった後に気づいて俺、うんうん、うわこれ最初に気づいとけば俺もうちょっとなんかサンドイッチ食べる顔とかカッコつけたのにと思って誰にも見られてないと思ったからさ、普通に一人でさもうさガムガム食べてさ、しかももうリモートの時間迫ってるからさ、もう5分くらいであっちいなとか思いながらさ、チキンのサンド食べてさ、もう全部終わった後だよ。じゃあ紙コップ捨てようと思ってこうパッて見たら手書きでほらスタバの店員さんたまにこうメッセージ書いてじゃあお疲れ様ですとか、うわーと思ってなんか嬉しいけど嬉しいけどこれ最初に気づけばよかったなと思って、もうすげえ恥ずかしい思いをして今ここにたどり着いてますね。はい、さあそんなわけでですね、はい、今日柳武さんにも入ってもらって、うん、まあ、タロケンの曲をいっぱいかけていくというような回にしたいなと思っております、はい、相変わらずねツイッターの方でハッシュタグ、ロックザハウスつけてくれたり、 YouTube の方で今プレミア公開されてますからそっちの方のコメント書いてくれたり、どちらも僕ら全部チェックしに行きますし、あと最初に説明するとトークの部分全部 YouTube で流れてますけど、曲の時は全部レップでしか流れません、はい、なんで YouTube 曲流れてる時は僕らのこう、うん、とあのショットにはなってるけど、うん、音はそこは止まります。なんでぜひ皆さんね、これは放送事故じゃなくてその時はちょっとお手数かもしれませんが、うん、概要欄にレップの URL が書いてあるんで、うんうん、そこからレップに飛んで聞くと、はいはい、YouTube 組の方もみたいな、そういう形にしていただけるとねとってもいいんじゃないかなと思っておりますということで、はい、はい、柳武でございます。はい、柳武さん、じゃああれですね、曲の間に僕たちがもうあだこうだいろいろ話してる話は、はい、みんなに聞こえないということで、聞こえないです、聞こえない、それはさすがにそうです、ね、それは残念ですね、はい、別々ですね大した話してないですけど、はいはい、柳武さんはね昨日注射打たれたということでね、そうですね、はいはい、頭に冷えピタを取られますからね、2回目のですね、はいはいはい、接種が終わりまして、はい、なんで翌日は今日なんですよね、うんうん、現在ですね解熱剤を飲んでまあまあ熱がありますこればっかりはね、こればっかりはしょうがない、ね、ですがやっぱりね、タロケンのアルバムに向けてヒートアップしていくっていうことどうですか、あんまりうまくないですねいや嬉しいですけど、このご時世あんまりみんなヒートアップすると危ねえなみたいな、ね、そうね、なんであのおでこにねクールダウン、はい、すぐ建物とか入れてもらえなくなりますから、はい、なんかするとね今ね、はい、そうなんです。まあでもタロケンのアルバムが出るということでね、うん、もう15年ぶり15年ぶりアルバムとしてはリリース15年すごいよね、うん、最後の曲がハートビートから13年なんですよ、うん、確か、うん、だから13年ぶりとか言ってたけど、アルバムでいくと15年ぶりということで、うん、そういうことです。いやよくできましたよね、ね、うん、うん、でもなんかあっという間にできたよね。そうね、15年間作ってたわけじゃないしね、そうだねそんなに煮詰めたもんじゃないですけどマジで、ね、うん、でもなんからしさもあるし、まあ、もうすぐみんな聞いてもらえると思うし、うん、今日もいろいろ聞いてもらうけど、うん、なんか面白いものができたなと思うな。いや面白いものできたと思う、うんうん、
なんだろうねこの感じは。いやでも、うん、まあジャムがあって、うん、フライングサウンドトラックがあって、うんうんうん、このラップレコードがあって、うん、めちゃめちゃ内容タイトルで、ね、確かにね、うん、無駄が別に 前のアルバムは無駄はないよ、うん、けど無駄はないけど、うん、よりなんかいろいろそぎ落とされてる感じはあるよ、ね、あ確かに、うん、あとなんかもうここまで時間が経つと、うん、なんかすごいフレッシュだったな俺、うんうんうん、いうのも普通で前あの久しぶりのアルバム作るとなったら、うんうん、ちょっと前のアルバムとか聞き直してみそうなもんじゃないですか。あ、はいはいはい、タロケンで言ったら、はいはいはい、あじゃあタロケンセサカレーがフライングサウンドトラック一回聴いとくかとか、うんうんうん、ジャム聴いとくかみたいな、うん、俺まだ全く聴いてないからねこの現状まで俺もだから多分フライングサウンドトラックとかジャムの曲は、うん、今聴いてくれてる人の方が聴いてると思うわけ、うん、そうだね。俺だってもう10年は聴いてないから絶対にそのアルバム自体は。俺もアルバム通しては聴いてないわ。ほら俺らってさ出るまでめっちゃ聞くけど、うん、リリースされたら自分のアルバムそんな聞かないじゃんやっぱり、ね、なんかそういうもんじゃん次に行くから。そうそうもうねいろいろ確認っていろいろ聞きまくるけどね。だから、うん、こんなにだからもう、過去の記憶あるけどないんだよ ね。どんな曲があったっけとか。どういうこの間ね、うん、俺なんかねたまたまその Apple Music でなんかをシャッフルしてたら、うん、タロケンのジャムに入ってる曲がシャッフルでかかってきて、うん、おーすごいね、うん、すげえなこの曲と思っていやもう剣が陰か硬くてさ。あ本当そうで俺多分ロイヤルストレートフラッシュっていう曲があったってことぐらいしか覚えてないもん。違う ねロイヤルストレートフレッシュにしてたんだよね。あなんかしてそう俺らしてそうだな俺らやってそうだなそれフラッシュじゃなくてフレッシュにしてたんですよ恥ずかしいとか思いながらちょっと今聞くと恥ずかしいね。もうなんかまあ若かったですよ15年前の俺たち、ね、あ15年前より前か。いやだからジャームで言ったらもっと前だよ16、17年前2004年とかだ、うん、2005年とかそうそうだ相当だよな。まあでもね、はい、1曲とりあえず We Back 聴いてもらってそうですね、そう我々が帰ってきたぞということで、うんうん、そっからね新曲の話とかどんどんしていこうと思いますから、はいすね、今日は、はい、YouTube でも Twitter でも、うん、レップでも皆さん引き続きよろしくお願いします。お願いします。じゃあ1曲目曲紹介太郎せっかく来たからやってくださいよ。 OK じゃあ聴いてください、はい、戻ってきたぜ太郎ソワインケンダーサンキューマール We Back。
お送りしたのはタロソウル&ケンザ390で Way Back でした。はい、いやでも本当にタロケン再始動しようって言い出してさ、うん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 、この曲からだったよね、うん、この曲からだった、そうだよね、うん、なんか多分何回もいろんなところで話したけど、これ多分俺が綿さんにそのアンルートっていう前の今年出したアルバム作ってる時にその何曲かお願いしてたトラックの中にこれがあったんだよね。はいはいはい、でこれ聞いて絶対タロケンだって思ったんだよね。いやでもタロケンだったね。そう、でも厳密にはこれネタ差し替えたんだよね。あ、そう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 だよ、そうそうそう、あのスチャダラパーさんとネタかぶりしててね、原曲がレコーディングまでし終わって、 そしたらヒロロンがそうこれ大丈夫ですかみたいに言われてね、うん、そうね、で大事件だってなってネタ差し替えてこれになったけど、すげえかっこよくなったよ、かっこよくなった ね、 ね、うん、これだからなんかやっぱ不幸中の幸いじゃないけどさ、間違いなく、間違いなく、あの時迷ったじゃん、ネタかぶりしても出すべきか、うん、もう作ったし、うん、そう、あれはあれで良かったし、ね、良かったし、別に俺ら知らなかったから、うん、別にネタかぶり別にしちゃいけないって法律もねえし、うん、みたいな、うんうん、ただスチャダラパーはね、まあその近く遠くはない先輩たちだし、そう、ね、あと使い方がネタかぶりだけど、うん、かなり近かったんだよ ね、 かなり近かったね、だからちょっとこれはなみたいな、しかも知ってしまったから、そう、ね、これヒロロが言わないでさ、うん、出ちゃってたら、うん、あ、なんだでも知りませんでしたじゃん、うん、そうだね、知ってゴーは出せんよみたいな。だから、ね、教えてくれてありがとうと同時に言ってくれるなやっていうのもあったけど、うんうん、確かに、でもあの時差し替えるってジャッジしてよかったよね、うん、で差し替えるってジャッジしてから、このイントロとアウトロのさ、トロケンのプレスリーは、うん、あのそのこの今の現状のオケにすごい合ってたから、確かに、ね、俺が付け足した、そっかそっか、そうそうそう、それも全然忘れてたわ、うん、もうすでに、で 俺だけボーカル全部取り直してるからさ、うんうんうん、ちょっとキーがさ、はいはいはい、微妙に、そうだよね、そうだよね、そう、綿さんそれも、うんうん、あのすごいから踏まえて作り直してくれてはいたけど、うんうん、やっぱりちょっと生で歌い直さないと、まあ、ね、そうね、うん、そうそうやってるから、結果本当に結果良くなった、さらに良くなったよね、わ、うん、かる、なんか俺もすげえ嬉しかった、うん、で次にはあのアンダープレッシャーっていうアルバムの、はい、まあだから WeBack の次の曲、はい、今インストもこう後ろでも鳴ってるやつ、ね、聞いてもらおうと思うんですけど、うん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 、これマジで2曲目にできたやつだよね、2曲目にできたやつ、そうだよね、俺思ったんだよね、いや、ある日、うん、県からこのオケが送られてきたんですよ、うん、でその時は、うん、まだタロケンでアルバム出そうって話はしてない、あ、してなかったんだっけ、してない段階で綿さんのオケが送られてきて、うんうん、これもタロケンにいいと思うんだけどどうかなってなって、あ、この人あれみたいな、アルバム作る気だと思ってあれみたいな、そこまで俺話したっけみたいな、そう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 、タロケンやろうは言っては言ったけど、うんうんうん、曲でウィーバックで終わったと思ってたらってことそうそうそうあれもう一曲来たビートみたいな、そうそうそう、最初そのタロケン名義であのケンのアルバムに入れたいんだよねっていうふうに言ってたから、うんうんうん、あ、いいじゃん、うん、いいじゃんやろうよ、はい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 、そしたらこの曲が来て、うんうんうん、あのこれもタロケンでいいと思うんだよねっつって、うんうん、あれじゃあ、え、ちょっと待ってってことは全然やろうっつって俺多分頭の中で勝手にもうタロケンやるぞって空気になんかなってた、多分アルバムできて、じゃあ次タロケン作るかみたいなモードになってて、しかもこの曲は、うん、あのこのトラックは、うんうんうん、あの俺が来たデモでタロケンいいよねじゃなくて、うんうん、もう俺綿さんにタロケンで、うん、これリファレンスもあって、うんうん、実際リファレンスっていうのを参考ってこういう感じのトラックで、もう完全に言ったわけ、もっとすごいオールドスクールトラックだったけど、この曲を今っぽくこういう風な感じでやってほしいんですって、うん、わざわざタロケンでやるんでってもう言ってるからそうか、あ、まあ、じゃあ本当にじゃあタロケンありきでこうオファーした曲だったんですね、そう、なんか太郎と2人で、うん、重めなこうハード、うん、なんかギターリフの重い、うんうんうん、で倍でも取れる、うんうん、で掛け合いハードにやりつつ、うん、すごいスピッとラップするみたいな、うん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 、このニュアンスの曲がやりたいなと思って、そうだね、そう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 、でも俺めっちゃ好きだよこの曲、これいいよねこれいいよいや俺も思う、うん、だし太郎のフック返ってきた時に、うんうん、ぶちかましてんだと思ったこれだって俺が先に多分太郎にこのトラックいいと思うんだよねって送って、うん、さ太郎がなんとなくテーマだけ相談したじゃん、そう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 、でこのアンダープレッシャーみたいな、俺らプレッシャーかかると逆に燃えるよとか、うん、なんか強くなんだよね、うん、みたいな、そうね、で太郎がさサビ書いてきてくれて、うんうん、最初来た時めちゃくちゃウケんだこれと結構このサビすごいことになってると思うんだよね俺慣れてきたけどめっちゃ積んだからねコーラス、そうだよね、めちゃくちゃ積んだ、だからこれ聞いていいなと思ったもんね、そうそう、プログレッシブロックみたいな結構俺の中のフレディ・マーキュリー感はこう
出して、あ、なるほどね、コーラスの感じとか、うん、なるほど、俺これサビのフレーズで、はい、あの、うん、力みからの解放のカタルシスって言ってるのは、うんうん、ハンマーバキのハンマー裕次郎の超有名なセリフだから、うん、あ、そうなんだ、そう、バキ読んでないんだよ、あ、バキ読んでないんだ、バキ読んでない、ハンマー裕次郎があの、うん、力みなくして解放のカタルシスを味わえねえって言ってて、あ、でもいいですね、そうそう、解放のカタルシス、すごい、すごいリリック出してきたなと思った、そうそう、確かにそうそうそう、そういうことか、うん、そういうことだ、だからグッてやんないと、うんうん、逆に本当のリラックスとか、うん、このなるほどね、は得られないんだよっていうので、うん、もうすげえ、すげえいいこと言うな、ハンマユジロみたいな、わかるぜと思ったのが、うんうん、この曲だと、このテーマだと思ってでもこれもタロケンじゃなきゃやっぱ出せないんだよね、なんか、そうだね、俺でソロの曲でこれは言えないよ、確かに、そんな、そ、うん、人、自分のソロ曲のサビで、うん、漫画のセリフの引用はできん、うん、やっぱり、うん、ちょっと二の足踏むもん俺もやっぱり、そうかそうか、まあそうだね、ケンザサンキューもあるで、そういうのはバースとかだったら全然あるけど、うん、そうだね、ちょいちょいね、うん、そのニュアンス入れるのあったとしてもね、そうそうそう、サビでっていうのはそうかもね、やっぱ2人くらいいると、うん、なんかいい意味で、うん、無責任って言ったらあれ良くないけど、うん、なんかフリースタイル的な感じもあるんだよね、なんか、あるかもな、自分で完結させなくていいというか、太郎と合体したところでゴールになってればいいよ ね、うん、ねみたいな感じがあるから、ね、うん、ゴール別に見つけないまま走り出してもいい感じだもんね、そう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 、うん、でもこれ2番の掛け合いとかも結構えげつないことになったよね、いや、えげつないと思いますよ、これスタジオで書いたんだっけ2番のところって、あ、いや、ね、持ち寄ったんだっけ、持ち寄ってす、あれこれ何番まであるんだっけ、2番のでも後ろの方とかは掛け合いしてる、うん、そうだよね、ガンガン細かくなって掛け合いだもんね、うん、そう、 そう、 そ う、 そう、だ結構まだみんな聞いてもらったから、パスダマイクって曲があって、うん、それがすごい難しいんだけどライブでやるのが、これも意外にこれ意外に難しいと思う、多分俺大変だと思ってんだよね、うん、大変だと思う、でも決まったら相当やっぱかっこいいまでだよね、うんうんうん、じゃあ一回聞いてみてもらおうか、みんなに、ね、これ初聞きだよみんな、ああそうだよ間違いなく、多分じっていうか、ウィーバック以外だって誰も聞いてない、あ、そうだよ、だからリリースもされてないから、うん、多分初めて聞くんだよこれ、そうだよ、じゃあ曲紹介お願いします、あ、またじゃあお願いします、じゃあタロソラにケンザサンキュマールで Under Pressure、
お送りしたのはタロソウル&ケンタサンキュマルでアンダープレッシャーでした、はい、いやー掛け合ってますねこれも。掛け合ってますね、ね、もうこれでもかこれでもかみたいな感じだったよ ね、 ね、うん、そして、うん、これやっぱね、レコーディングした後に、うん、渡来さんが、うん、いろいろエディットしてくれてる。エディットとアレンジみたいな感じでしてくれたね、うんうんうん、めちゃくちゃかっこよくなって、めちゃくちゃかっこよくなったって。確かにあの人すごいなって、本当にバケたなって思ったよ ね、 ね、うんうん、すごいなと思いましたね。もともとずっとこのイントロの感じが鳴ってるビートではあったけど、うんね、2番のこうなんかもうバッチバチな感じとか、そう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 、剣のフローに合わせてこう、うんうん、ダッ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 っていくところがすごいよね。あとなんかもうドラム叩いてるやつからなんか見えてくるよね、うん、最後のドカタカタカタなんかもうタブ回しの感じが、ね、なかなかヒップホップビートこんなタブ回さないからね。確かに確かにいくつかあるよね絶対ね、うん、すごいですよ。いやめっちゃいい出来だなと思いますけど ね、 ね、ライブでやるのもこれいいよね、楽しみ、ね、これ良さそうね、うん、もうその解放のカタルシスあるでしょうね。あるでしょうね、やっぱこれはあるでしょうね、これもなりますからね力入っちゃいますよこれはどうしたって、うん、いやいいですよね、うん、はい。そしてね、次にみんなに聴いてもらおうと思ってる曲は、うん、パスザマイクという曲になるんですが、そうですね、これだから結構今回のさ、うん、アルバムのメインテーマの中、メインテーマというか、ね、なんかそうだね、俺らの醍醐味を一番こう、うん、打ち込もうとした曲ではあるよ ね、 よね、うん、でも作ったの一番最後だよね、一番最後、この曲だけができてなくて、うん、ちょっとなんか、うん、時間かかってたもんね、時間かかってた、うんうん、アリキックビートでね、だけどそうそう、別に何かを苦労したっていうわけでもなく作り始め、ビートが来たら、うん、一瞬だったよね、一瞬だった、ね、でもこれライブ難しい、多分もう今日はこれ時差の関係もあるけど、うん、あのウエチョのワンダーホイールを皆さん YouTube 見てくれてたら、うん、あ、そうかそうか、パスタマイクライブでやったじゃん。そうだね、大変だったよね。大変でしたね正直大変だった正直大変でしたね。あのここ一、うん、回俺ら、うん、ミスってっからあの本番2回やったから本番2回やったね、パスタマイク失敗して本番2回やったし、うん、まあでもあのほら楽屋でさ、うん、iPhone の音でさ、うん、ちっちゃくさ合わせたね、合わせたね、うんうん、その時バッチリやったね。確かあれが一番よくできた、はい、あれが一番あれを流したい。いや違う、だからあそこでできちゃうから、うん、そういうことだよね、本番失敗するの、あるあるですね。そう、そう、本当によくあるあれ、うん、なんか大丈夫かなとか思って、うんうん、楽屋入って軽くやってみて、うんうん、あ、できたじゃん、うん、俺いけじゃんみたいな、もうできてないんだよ、それは小声で支えるだけだったから、落とし穴を自分で掘ったみたいな感じだよね。そう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 、うん、そこで油断しちゃいけないのにさ、であそこ で全然ボロボロだったりしたら、うん、やばいやばいってさ、本番までもう聞き込んでさ、うんうん、すげえ集中モード入るわけじゃん、緊張感もあって、それがさできちゃうからさ、ね、生地さ、そうだね、そう、これねバースも難しいし、サビがすごいですよね。この1、2、3、4って掛け合いがあって、うんうん、なんで2人で1個ずつ言わなきゃいけないの。そう、1泊ずつの掛け、1泊でもないか、1、2、3、4、1、2、3、4、3泊ずつ掛け合ってる、7みたいな、これだから俺もう正直、うん、この曲の1、2、3、4言ってる時は、うん、太郎のこと聞いてないからね、俺もう、あ、分かる、自分の、そう、ね、そう、自分のリズムだけだよ、完全にもう、うん、だから無理だよね、うん、相手に合わせようと思ったら、うんうん、無理だって、これ1そうそうそう、みたいな感じでいかなきゃいけないから、相手に合わせる反射神経では無理だ、ね、うん、無理だよね、そう、無理なんだよね俺も途中で気づいたもん、だからもう、うん、キスキスキス、グースグースグースみたいな、そう、2、4、6パーとか1357みたいな、最初1357って覚えてたんだけど、うんうんうん、すっげえ難しくて、うん、奇数だっていう風に捉えたら急にできるようになったんだよ、なんか、そう、だからもうオーケストラとかの打楽器奏者みたいな感じじゃない、要はここは表拍で、あ、でもそうかもしれない、ここは裏拍で撮るみたいな、そういうことだよね、きっと。しかもこれすっげえバース難しくてさ、うん、歌い終わってやったと思ったところにこの一番サビがねハードな掛け合いが来るからさ、そのさ抜けちゃうんだよね、やりきったと思ったところで来るからさ、これ難しいんだよ、とんでもない曲、なんでこんな曲を作るんでしょうね、なんでだろうね、ね、あのバースの掛け合いはいいけど、サビ別に2人で言えばよかったんじゃねえかみたいななんで掛け合ったんだろうね、うん、あれね、まあでも最初掛け合い、サビの掛け合いするのは俺だからな、ね、だからそういう曲にしたいなとは言ってたじゃん、ねね、掛け合いで、ねうん、俺2番もさ、だって、うん、あのネララレコーバッタマイワン、俺すげえ4、1って行かなきゃいけないからすげえ大変なんだ、あそこ、そうだね、うん、そうそうそう、もういろんなことがね、苦難がありましたよ、パスタマイクには、はい、まあでもこれも、まあ何回かやって、うん、
ね、ワンマンの時はもう完全なる、いや完全体、まあワンダーホイールもまあ7割ぐらいは仕上がってたよ、はい、言って、うん、いやまあもうあの、うん、全然あのど全然全然全然どこに出しても恥ずかしくない状態で、もう一回やらせてくださいとは言わなかったもんね、うんうん、俺もね、ただあのミスが全くないかって言われたら自分の中ではあるよそれは、うん、俺も自分の中ではあるそれはあるよね、はい、ただ、うん、別にあの恥ずかしくないパフォーマンスした、いやでもさ恥じないパフォーマンスした初おろしがやっぱこう、うん、テレビパフォテレビというかう、ね、あのスタジオライブはハードル高えよ、ね、本当に、やっぱどうしたってさ、うん、ちょっとずつ本番でさ、うん、あのちょっとした失敗をさ、うん、繰り返しながら仕上がっていくじゃん、はい、はい、間違いないでしょ、あとそのやっぱこうなんつうのライブはバイブスをガッて解放して、そっからそのテレなんかカメラのあるやつとかこう抑え込んでいく作業なんでしょ、いきなりもうアドレナリンとその抑えるバランスを要求されるライブはきつい、確かにね、しかもさ、うん、よく考えたらさ、うん、俺らパスタマイク本意気で初めて合わせたの、うん、今日のリハじゃないスタジオライブ、あそうです、一回も練習してないです、してないっていうか、まあ、デッキする時間がなかったんですよこれは、あのいろんな都合で、そうですね、うん、そんなことあるって感じじゃない、そうだね、でもそれでできたってことは逆に、うん、めっちゃすごくない、めっちゃすごいとなかなかだと思うよ、良くも悪くもラッパーっぽいですねなかなかだと思うんだよな、うん、俺これ良くも悪くもラッパーっぽいライブでしたね、いやでもできた、あと俺すっごく今日 の、 その、うん、さっきの YouTube のみんな見てるかもしれないけど、うんうん、そのワンダーホイのスタジオライブやって思ったのが、うん、ソロとめっちゃ違うのか、うん、あのテンションが上がりすぎる、うん、あ正直そうかもしれない、うん、そうかもしれない、スタジオライブって、うん、あの割と特にああいうさテレビ系のやつって、うん、結構冷静に歌うじゃん、あそう、ね、もうレコーディングに近いバイブスで歌うわけよ、なんか普段、うん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 、だからそんな汗もかかないし普通に、うんうん、なんで今日だと太郎がいるとさ、うん、お互いいい意味でこう、うん、相乗効果でさ、うん、バイブス当て合ってくからさ、うん、確かに上がっちゃうじゃん俺も張るけどさ太郎も張ってるからさ、うん、で張っていいんだけど、うん、もちろんこうお互いそれが気持ちよくなってくるじゃん、うん、やっぱラッパーだからさ、うんそうだね、そうバチンって声出してさ、うん、漏れた聞こえてたらさ、うん、だから2人ともさだんだん熱を帯びてきてさ、うん、普通のライブみたいなテンションで歌っててだからまあもちろん見る人はいいと思うんだよ、うん、全然あの、ね、めちゃくちゃ臨場感だから、うんうん、もう、 もうあんな分かんないけど他の人とかどうとか分かんないけど、うん、歌番組とかで、うんうん、あのもう、あ確かにあんなもうね、あんな7割かぶせとかで、うんうん、なんかほぼ音源みたいな歌歌ってるやつと、うん、今回のタロケンのスタジオライブの臨場感あんなガチ生で、うん、テレビで歌ってるやついねえから、マジでそうかもしれない全くかぶせてないんだから、うん、バースのところ俺らそう、しかもほらね、そのリハーサル、カメリハみたいなのやって、うん、そう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 、で本番のテイク、まあ、2回ぐらいやったとか、うん、そうそうそう、だんだんこうテンション上がっていくから、ね、その全部本気だし、そう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 いやだから、うん、やっぱすごい、やっぱでもね、もうこれはもうベテランの凄みと捉えてもらいたい、うん、そうですね、しかもあとその1曲目、ウィーバックやってるじゃん、やってるやってる、ウィーバックやっぱこうダダダダダーンっていくから、いく、もうそのテンションに、そうなんだよね、デフォルトのあれがもう上がっちゃうんだよね、しかもサビも俺太郎のキーのとこ頑張っていってるからさ、うん、結構ガッて張って歌ってるわけよあれ、うんうんうん、もう抜いて歌える曲じゃないわけよ、うんうん、あのサビ、そうなんですよね、そう、そうなんですよ、もうヨーヨーヨーをさ、うん、もうフルテンでいかないと出ないわけよもうあれだからいろいろ大変なんですよ、そうなんですよ本当に、まあでもね、そんな俺らの血と汗と涙が混じり合ったファストマイクをね、みんなに音源バージョンどんな感じか聞いてもらいましょうよ、ね、聞いてもらいましょう、だから、はいはい、これもみんな初めて聞くということで、そうですね、ね、明日 PV 出る予定ですから、はい、ああそっか、それまで、そうそう、そう、昨日撮って明日出るから、すごいことですよ、すごいタイム感だよ、これは本当にね、これは本当にありがとうございます、これも一星くんが今頃が 今編集してると思いますマジで多分今やってると思いますからね、はいはいはい、じゃあそんなファストマイクを聞いてください、はい、ケンダ390、タローソウル&ケンダ390でパスタマイク。
お送りしたのはタロソウル&ケンタ390でパスザマイクでした。パスしてますね。いやだいぶしてる、だいぶしてる。パスしてますね。改めて聞いてもすっごい短いのね。しかもねこれね、そう一生懸命頑張っても2分半くらいしかないよね。そうだね、そうだね。いやでもこれは2分半でいい、うん、だしこれさ作った時にさ、うん、あのトラックのアリキックとかもさ、うん、ちょっと3番聞きたいねみたいに言ってさ、うんうん、結果作んなかったけどよかったよね、うん、これで3番なんてあったらもうほんと大変すぎる。しかもだってこれ以上の掛け合いを3番でやんなきゃいけなくなるわけでしょ。確かにね、確かに無理じゃない。リリックそんなそうだ。しかもこれさ1番の掛け合いはさベース8小節ずつ、うんまあ、メインの太郎に俺が入ってく、ねうんうん、で俺に太郎が入ってくるっていう掛け合いを作ってて、うんうん、2番からは、うん442211 0.5 0.5 ってこう掛け合いがだんだん細かくなっていくっていう掛け合いをやってるじゃん。 だから二通りの掛け合いを見せてんだよね。掛け合いの中で3番やるとしてもうずっと 0.5 で掛け合うぐらいな感じでしょ。意味がわからない。意味がわからない。いやだしささっきもそう曲中でちょっと言ってたけど、うん、この1、2、3、4ってさ、はいはい、これすごいやっててもわけわかんなくなるじゃん、うんうんうん、でわかんなくなる上に、うん、1番と2番でさそうちゃんとさそう1番は太郎が1から入ってさ2番俺から1って入るからさ順番逆にしてんじゃん。逆にしてる。あれ一緒でよくなかった。どっちも1が太郎だったらうん、うん、もうちょっと簡単だったよね。あ簡単でした ね、サビがさやること うん、毎回さやることがさ、うん、2サビで逆になるからさもう一回さ、うん、もう一回来るのよ。いやでもやっぱね、うん、あのそう作ってると当初は、うん、当時は、うん、やっぱそのヒップホップのコピペ文化というんですか、うんうんうん、あのみんな楽するじゃないですか、まあまあ、それが言いかかったりもするからね。そうそうそう、あのループと反復で そう、うんね、そこにこうすがらず、うんね、変えてみるっていう、ね、そうなんだよね、はい、僕はその小沢健二さんのレコーディングで学びましたよ。それはサビが毎回リリックも違 う、オケも違う。でも俺はでもねすごいなと思って。それはすげえわかる。小沢健さんとかそうだし、うん、ラッドウィンプスとかもそうじゃん。そうだよね。でもあれはね、うん、やっぱねポップス的思考でもあると思うんだよ ね、 そうだね。やっぱヒップホップとかブラックミュージックは反復でいいんだって、うんうん、いや変えなくていいのっていうところもあるじゃん。なんていうの、そのそうだ、ね、同じであるということが大事だったりもするじゃん、うんうんうん、だからなんかすごいよく昔俺も言われたもん、うん、あのヒップホップでメジャーとか言うとさ、うん、これサビの歌詞変えなくていいんですかみたいな。これはじゃあ楽してんじゃないの。あえて変えないという選択を取っているの。なん か思われるんだよ。なんかサビ1個しか書かないのみたいに言われて、うん、いや違うっていう。毎回こうしたいのっていう、うん、ってのもあるから、ね、まあ、いろんな考え方がありますけど ね、はい、まあでももうすっげえ大変だけどこれはこれで、そうこれはこれで、ね、いや結果でもやっぱライブでできた時のそう伝わると思う。やっぱりこれは、うん、ブーブー言ってるけど、やってやった感はすごいあるでしょ。あるあるある、やったぜ感はすごいある。いや今日だって本番バンってやってできた時やっぱ、うん、うやったぜって思ったもんね。で、うん、これもやっぱ解放からの違うん力みからの解放のカタルシス、そう確かに、はい、確かにそうだね。それでよかったんじゃないかアルバムタイトル解放のカタルシス。15年ぶりのタロソウル&ケンタ390ニューアルバム解放のカタルシス聞いてください。なんか勘ぐられるよね。悟りでも開いたんかみたいな。そうそうそう。今までずっと抑圧されてきたのこの人たちはみたいな。なんか急に触れたんですかみたいな感じ。大丈夫だろそれって感じ。いやでもほんとそうだよ。でもそうなんだ、やっぱ頑張ってやったりとかね、うん、こう努力の結果、うん、気持ちが良かったりゴールの達成感あったりするからね、うん、マジでね、うん、でもタイトルもラップレコードじゃないですか、うんうん、今回は、はい、だからこれもあの RAP じゃなくて LAP でいろんなところで言われてるけど、うんうんうん、こうラップタイムとかのねラップだからこう、うんはい、トラック一周回る時のタイムみたいなもんで、うん、でレコードもあのドーナツ版の、ねうん、黒い円盤のことじゃなくて記録の方ですから今回は、はい、だからその最速記録を俺らは出しに行くぜみたいな意味合いだから、ねうん、まさに解放のカタルシスのためですね。最速を記録した、しましたね。ラップレコード出した暁にはカタルシスが待ってるかもしれませんからね、うんうん、そうですね、はい、そうなんだな、うん、はい、じゃあですね、はい、ちょっと山田さん、はい、せっかくなんで、はい、僕ね、うん、まあ、これ2週連続企画やるじゃないですか、はいはい、でね、うん、あなたたち本人だから、うん、意外と当たり前に思ってるかもしれない、はい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 、やっぱ2人の最近のファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。いやマジでそうですよこれ、はい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 、なんで、ね、その辺ちょっとすっ飛ばしちゃうとき、うん、ちょっと丁寧に今日1周目いこうかなという、はいはいはい、ありがたいですね、はい、ありがたいです、まあ、お二人まず簡単説明すると、うん、大学で出会ったんでしたっけね。大学で出会ってます、大学で出会ってます、はい、大学で出会いました、はい、あの悪名高き音楽サークルギャラクシーで出会いました、はい、まあ、悪名高くないですけど、はい、あのライムスターとかも所属していたね、うんうん、早稲田大学の、はい、ギャラクシーという、そうですね、あの
ブラックミュージック研究会、そうですね、ソウルミュージック研究会、ソウルミュージック研究会、はい、まあ、そこで出会って、まあ、2人でねアルバムを、うん、まあ、作るに至るぐらいまで、うん、まあ、仲良くなるわけですけど、はいはい、すごいジェネラルクエスチョンいきたいと思います、はいはい、まあ、2人みんなが見てても、うん、もう今も話してても、もう話止まらないぐらい未だにすごい仲がいい2人、うん、だと思うんですけど、はい、今まで2人ってめっちゃ喧嘩したこととかないの？ないですね。喧嘩ないんじゃないですか？ないよ、ない。本当ないかも。こんなに長い付き合いでも全然、はいはい、うん、あ、じゃあもうずっと仲がいいんですね、うん、多分でもこれが本当にグループとかだったらあるかもしれないですけど、あ、そうそうそう、それはある、うん、俺らやっぱソロだから、はいはいはい、いい意味でそのソロ距離が近い時もあれば、うん、遠い時とかもそれはあるから、うん、はいはいはい、うん、じゃあもうずっと仲良くいる、そうね、揉めたりとかないよ ね、うん、いいですね、そのイメージのままですね、じゃあ例えば2人でこうプライベートで、うん、こう例えば旅行とか行ったりしたことない、ないないない、1回もない、ないの、1回もない、1回もないですね、距離感、距離感はそれなの、はい、あ、でも大学の同級生で、うん、たまに同窓会的なノリで集まって飯食うとか、そう、みんなでっていうのはバーベキューとかあるけど、うんうん、別に2人で約束してどっか行ってるよ、まあ、1回もないと思う、え、そうなんだ、面白い、でもアルバム、いやいや、デジいや、なかなかないでしょ、だって、うん、だってだから絶妙な距離を保ってきたんだ、じゃあ、いやでもやっぱそこはみんな、うん、だってマミー D さんが歌丸さんにあのいわゆるあと2人で温泉旅行に行ってるとかは、うん、やっぱないでしょ、いくらなっても、多分そう、でも多分グループだったらほらなんかこうちゃんと1回飲みに行こうとかそういうのあるかもしれないですけどね、はいはいはい、あ、そうな、え、じゃあでもないない、ご飯行こうぐらいまで、いや、ご飯行こうもないんじゃない、え、マジで、いや、でもなんかのついでで飯食って帰ろうとやったら、うん、あるかもしれないから、全然その2人でお休みの日とかに予定を合わせてどっかに行くとかは、うん、いや、ないと思います、あ、マジでない、うん、1回だけそのハートビートっていうのやった時に、うん、リリックを2人で考えるのをもうちょいこう詰める作業しようっつって1回ご飯昼間食いに行ったことあります、そのぐらい、それも俺覚えて覚えてないもん、逆にこれな、いや、なんかね、なんかちょっとこれはもうちょい話し合った方がいいかもなと思って、 あの池尻のなんかどっかで、あ、前住んでたもんね、そう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 、だ、なるほどね、はい、あ、じゃあ そういう、 その時ジムも一緒でしたからね、そうだっけ、ジムであっ、サンチャルティップですね、サンチャルティップですね、で剣やったことあります、はいはい、あ、そういう感じなんですね、なるほど、はい、でさ、まあ前にもね、その漢字で太郎、剣座390で太郎剣のアルバム出してて、まあ、今回剣くんきっかけで作ったと思うんですけど、うん、この15年間1回もなかったの、そのもう1回2人でやろうかみたいなこと、あ、1回も、でもそのフューチャリングで呼んでもらったり、逆に俺もスパソニーでもソロでも呼んでるし、あ、そうかそうか、はい、曲はねやってたから、ね、あんまりそういう意識はなかったってこと、うん、そう、客演はやってたけど、うん、でもお互いレーベルも違うし、まあ、厳密に今事務所も違うから、うん、なかなかそんなに一生のタロケンで動くっていう発想になかったかも、うんうん、でもそれが今回、うん、そう思いついたら面白いかもみたいな、やっぱね、うん、15周年だったんで、うん、その僕もその自分の15周年の企画でいろいろ考えてた時に、うんうんうん、俺15周年ってことは太郎も15周年だなみたいなので、なんかその区切りの良さみたいなのはあったかも、プラスやっぱその実際それを作るだけの時間があったっていうのもあるんですね、うん、そのコロナ禍でやっぱ普段お互い忙しい中で、うんうんうん、太郎系のアルバム1枚制作する時間とパワーが確かに逆にあったっていう、この今年、うんうん、そうかそうか、たまたまそういう今世の中の感じが、うん、そのアイデアにハマったってことなのね、そうだ、うん、ウィーバック作ってからタロケンのアルバムにスイッチ入るまでまたちょっと期間あったもんね、あったかもね、でウィーバックはさ、うん、多分去年末くらいにもうできてて、できてたできてた、でアンダープレッシャーとか作り出したのに、ね、うん、多分4月とかぐらいじゃない、3、4月ぐらいじゃない、ね、そんなことなかったっけ、いやいや、そんな、でもそこまで空いてないよ、実は。あ、そうだっけ、実はそこまで空いてなくて、多分あのシングルで出た時には、うん、多分タロケンのアルバムに向けて走り出してたと思う、俺だってアルバムインタビューで結構タロケン作ってますって普通に言ってたもん、うん、そうで、うん、あ、言っていいんだって思ったんだもん、その時でもその時俺さ、まだ太郎にさ、うん、タロケン作るって言ってないってわけでしょ、あ、それは言われてた、それは言われて、あの話し始めてたけど、一応アルバムを作ってるってことは内緒なのかな、うん、って思ってたんだけど、それも言わないで外で、うん、あの俺付き合ってますって周りに勝手に先に言うやつやべえやつみたいにいたんだ、高校生の時いや、お前付き合ってねえだろみたいななんで言ってんのみたいなさ、危ねえやつみたいになるとかあったもん
あとさ、ちょっと聞いてみたいのが、はい、まあ、今回ね、まあ、インストアライブがあったり、この、はいはいはい、今放送直前でさっきも話しましたけど、うんうん、サイプレス上野の、はいはいはい、ところでもライブやってきたのかな。やってきました、はい、でそしてなんとね、ワンマンライブも控えてるということじゃないですか。はいはいはい、まず当時、はい、タロー&ケンザ先までアルバム出した時とか、はい、で2人でワンマンってやったんですか。ない、やってないです。 それがね、実はやってないんですよ。じゃあ初2人でのワンマンって感じなんですか。やったと思ってました俺は。はい、俺もそう思ってたんですけど、てっきりやったと思ってた。あ、そう、うん、じゃあまたワンマンだなと思ったけど、あれ最初のアルバム出した時はツーマンだった、あれセカンドはツーマンだったみたいな感じで、実はじゃあワンマンやってないなみたいな、うん、タロケンのツーマンもやってるし、うん、タロソウルとケンザサンキュマル、スーパーソニックスとケンザサンキュマルのツーマンもやってるし、あ、そうか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 、だけど実はでもその時にタロケンの曲をやるってことはなかったね。あ、やってましたよ、その100円曲、はい、あ、タロケン曲もやったのか、はいはい、そのアンコール的 なやつでその中でやったりとかはありましたけど、グランドクロージングぐらいやったりとか、うん、そうですね。だけどがっつり2人だけの曲でかましてのは今度初、うん、今度初なんですよね。 やっぱ当時ヒップホップでワンマンやるって、うん、あ、まあね、全然いなかったんですよ。そう、もちろんメジャーフィールドで売れてる人はやってましたけど、インディーズで、それだって MS とか、うん、インフミとかみんないた中でも、うん、ほとんどワンマンなんて誰もやってなかったから、その、うん、しかも昼間の時間帯でライブイベントやるっていう発想が、ね、ヒップホップの人たちなかったですね当時。確かに俺も忘れてたけど、うん、本当そうだね、うん、ヒップホップの昼間チケット売れないってずっと言われてたから、うん、確かに確かに。で俺が超ライブやってたところの初期もそう言われてたもん。あ、そうだったかも。でケン君がそれをちょっと崩してたとかあるよね。そう、だから昼のイベントやってるなんて珍しいねみたいな感じだったじゃないですか、うんうんうん、あの時俺が、はいはい、今考えたらもう逆に昼間じゃないライブイベントだってあんの、ね、みたいな感じじゃないですか。確かに、どっちかというのノリとしては、うんうん、いや、その話すら今聞いてる人知らない人も多いかもしれないよ、下手したら。そうですよね。だからケンザ390主催で超ライブへの道っていうね、うんうん、うんうんうん、まあ、いわば、まあ、フェス、ヒップホップフェスっていうか、まあ、そんなちっちゃい規模ですよね。でもだんだん大きくなっていったじゃない、まあ、そう。あとなんかそのロングタームでやるっていう、俺らのライブって15分がとか20分だったから、そうだね、クラブの中でパーティーの中でのライブだったりしたから、まあ、超ライブはそのメインゲストは40分やれますみたいな、ロングセットやるみたいなのが決まりみたいな、うんうん、はい、だからみんなロマンも長くやりたいし、俺も長くやりたいし、うんうん、スパソニーも長くやりたいし、うんうん、みたいなのを自分たちで叶えていこうみたいな企画だったから、うん、そうだよね。クワトロとかそうやってましたね、やってたよな、ね、うん、あと表参道のなんかグラウンドとかでもやったし、クレバさんと一緒にゼップとかもやったもんね。やったね。そうだ、そう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 、やった。でそこで初めてこうみんなが名前知る、でも例えばシミラボとかも俺初めて、うん、あ、そう、シミラボとかも出てくれたね、ライブで初めて見ました、うん、でなんだこいつらっつって、アクロとかもそうでしょ。アクロサルもみんな結構みんな出てくれてたね、うん、日高とかもね、日高車に乗せて名古屋とかまで行ってたそうかそうか、まあそんなもやりながらですけども、まあ、いよいよ2人でね初のワンマンってやばいですね、はい、ここに来て。確かに、そうですね。でも逆に気負いはないんだけどね、なんか全くないね、何なんだろうね、うん、このなんかもう逆にリリースパーティーでしょうぐらいの感じになってるよね、うんうん、まあちょっとね、まあここで今言わなくていいですけど、こう DJ は誰がやるのかなとか、どっちがやるのかなとか、あいろいろね、気になります。これもでもね、今日もはい、番組収録もヒロロンがやってくれてます、はい、なるほど、はい、ヒロロン先生が、なるほど、はい、まあいろいろね、その辺もみんな楽しみにしながら、はい、そして今日ね、まずアルバムが12時になったら出るんでね、そうね、うん、それをチェックして楽しみにしてくださいという感じですかね、はい、そうですね、はい、じゃあ次の曲もう一曲聴いてもらえますか。シークレットミッションをね、せっかくなんで、はい、みんなにアリキックトラックの、ね、アルバムの中で一番おしゃれな曲だと言っても過言ではないじゃないですか、ね、ああ、そうだと思います。すげえ頭悪い紹介みたいになってますけどこの曲を聴いてください。タロソランドケナサンギマルでシークレットミッション。
お送りしたのはタロソウル&ケンダさん決まるでシークレットミッションでした。はい、コロナリキックもいいね、トラックね。いいね、やっぱアリさんさすがですね。いいね、うん、俺これあのなんだろうな、 B メロ的なブリッジ的なポジションのタロウのとこいいよね、うんうん、あ本当にバース終わりのさ、サビ行く前のさちょっとすっごい洒落た感じになるところいいよね。まあ、こういうニュアンスは多分前のアルバムの頃はできてないよね。あ、できてないと思うね、うん、ちょっと洗練されてるもんね、こっちの方がね。そうだね、うんうん、話もちゃんとつながってるし ね、 そうね、うん、前もさ、ほらジャムの時も、うん、フライングサウンドトラックも、うん、なんとなくそういうこうストーリーテリングじゃないけど、うん、ほら、うん、ドライブハイとかもそうだ、ね、まあまあそうね、一応物語が続いてるみたいなね、アスビーテみたいな、そういうね、うん、時系列のあるような曲、ね、うん、今回はこれになったって感じでね。確かにね、うん、あ、でも確かにそう考えるとすげえよくできてる気がするな、ね、なんかまあそういうのを作ろうと思って作ったわけじゃないけど、うん、そうなったんだ結果、うん、確かにね、うん、いや、よくできてると思いますよ、はい、こんなアルバムがですね、もうあと1時間ちょっとで、うん、配信がスタートするということで、ね、もう転着日だから買ってくれたよって方もいるかもしれませんが、うんうんうん、いよいよみんなが聴けるようになりますから、うん、ぜひ配信がスタートしたらね、もう皆さんたくさん聴いていただいたり、ダウンロードしていただいたりしてですね、はい、アルバムを隅から隅まで、うん、まだ今日ね半分しかかけてませんから、そうですね、また後ろの方でねグッとくるような曲とかもたくさん入ってますからね、うんうん、そっちの方で皆さんたくさん味わっていただければと思います、はい、タロケン告知いきますとですね、明後日か23日の木曜日夜10時からダースレーダーの YouTube チャンネルでタロケンが出ますよということで、はい、これはもう多分番組というよりは多分もう緩いダバなしが1、2時間ただ続くという、うんうんうん、はい、番組になるんじゃないかなと、まあ、めっちゃ楽しみですけどね、はい、思っております、はい、でインストアライブがですね、タワーレコード渋谷店さんで9月の30日の木曜日にあります、夜の7時からということで、うん、タワレコ渋谷、タワレコオンライン、タワレコ新宿で CD をお買い上げの方は、観覧できるし、うん、観覧が埋まらなければフリーでも見れますよっていう、ね、はいはい、でサイン会もあるということなんでね、はい、ぜひ皆さんこちらタワーレコードさんでよろしくお願いします。はい、お願いします。そしてタロソーランド系の先ほどのワンマンライブ10月の10日、うん、表参道のウォール&ウォールで行われます。チケットが残り本当にあとちょっとということで、はいはい、ただ配信もありますということでね、うん、こんなご時世ですけれども配信の方でも ね、たくさん楽しんでいただければなと思っております。そんな感じですかね、告知事項としてはね。そんな感じだと思います。はい、はい、いやいいですね、こうやってさ、うん、なんか YouTube でも配信しながらやるっていうのも、うんうん、僕ら的にも新しいことです。新しいね、まあ、レップもそれを許してくれてね、はい、同僚が広いなと、うんうん、ね、ありがたいなと思っておりますけど、これ来週も同じ試みでいこうかなと思ってますから、はい、あの機材とかにトラブルがなければ、はい、今撮影してますけど、うん、これは途中で止まってしまっていたとかデータの容量がパンクしてたみたいなことがなければ、うん、来週も YouTube で放送されます、はい、放送されなかったら、まあ、なんかあったんだなと初めての試みですから、これはですね、はい、その辺はね、はい、温かい目で見守っていただければ、はい、じゃあ最後にブヤッカかけようと思ってますけど、どんな曲ですかね、うん、これね、これはフィーチャリングゲストがいますね、ガキレンジャー、うん、ガキレンジャーを呼んで、ね、ブヤッカ、これはまあでもブヤッカでしかない曲になったら、ブヤカだね、ブヤカとは何ぞやって話になるってやったぜみたいな意味合いみたいですけど ね、そうだね、ガッツポーズ的なニュアンスなんですけどね。でもまあここに来てタロケンで久しぶりにアルバムをぶちかますってなって、ガキレンジャーと一緒にやろうってなって、うん、それはガッツポーズ出ますよね。嬉しいよね、俺らからしたらだって結構もう青春のスターだしね、うん、そうだね、うんうん、アッパージャムのさ、タワレコのさ、それこそ B1 のインスタ、はいはい、見に行ったもん俺、あ、 B1 のインスタ行った俺た、クワトロのワンマン行った、クワトロ行ったんだ俺、 B1 のインスタ行ったんだよ、そうなんだ、いや超懐かしいわ。そうね、それが大学1年生とか2年生ぐらいでしょ。あ、そうだね、そんな最初ぐらいだったね、だからやっぱ、うん、そう、そういうラップ始めたばっかの頃にめちゃめちゃ火をつけられた人たちがあるから、ね、うん、ね、これは一緒にできて、いや今回のこの2人がもうフローもバリバリ切れてるし、韻も勝てるし ね、いやもうガキレンジャー以外の何者でもないガキレンジャーだったリリックをね、ね、乗せてきてくれて最高、ただタロケも負けじと最高ですから、はい、これマジで、はい、しっかり味わって ね、お別れできればね、うん、もう眠れなくなっちゃいますよ、こんなのこんな時間に聞かされたら、はい、はい、まあ、そんなわけでね、今日はタロソウル来ていただきました、また来週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ、来週は9月の28日夜火曜日、あ、夜火曜日じゃない、火曜日の夜10時からなっております、よろしくお願いします、はい、じゃあ最後はタロソウル&ケンダさん今日のブヤカフューチャリングガキレンジャーを聞いてお別れでございます、また来週、さよなら。